皆さんこんにちは。私セールスアソシエイツの横山です。余財管理大学へようこそ。本日のテーマは目標を絶対達成させるビジネスモデル講座、 YouTuber はどのように儲けているのか、13種類の稼ぐパターンを知るです。タイトルがとても長いですね。バーッと喋るのにちょっとね、何回も練習しました。で、まあ、YouTuber どうやって稼いでるのかっていうのはちょっとねフックみたいなものですよね。これをタイトルに入れることによってみんな見てくれるかなと思って入れただけです。まあ、今回のテーマで重要なのは13種類の稼ぐパターンを知るというところですね。このビジネスモデル講座第2回目です。1回目のことでちょっとだけおさらいします。1回目見てからこれを見てる人もいると思うんでね、これをね見るととにかく YouTuber どうやって稼いでるのかっていうことがね分かるってこともそうなんですけど、それ以外にも あそこってそうやって儲けてんだとか、例えばアマゾンってあるじゃないですか。アマゾンって何で儲けてると思います？本を売って、後で紹介しますけど、こういう本を売って儲けてるのかって全然違うってね分かるじゃないですか。例えば楽天って言ったらもういっぱいあるわけですけど、それってどういう儲けの仕組みがあるのかっていうことも知っておくとねすごく勉強になるんですよ。自分自身が新しくビジネスモデルをね作りたいとか、新しい事業を立ち上げたい、今のビジネスを少し変えたいとかね思った時にどのパターンがあるのか、それを知っておくすごく重要なので、ぜひ最後までお付き合いください。それでは行きましょう。今日もこのような順番でお話をしていくわけなんですけど、まずあるべき姿っていうのはストレスフリーです。ストレスかけずに目標を達成させるというですね。で、ストレスかけずに目標を達成させるためには売るということも大事なんだけど、売れるっていうことも重要だよねっていう話をしました。今現状どうなってるかっていうと、ストレスかかってるし目標未達成っていうこともあるし、売れる要素っていうものが、まあ、低いんだよね、足りないんだよねと。で、なんでかっていうとビジネスモデルに問題がある。じゃあどうすればいいかっていうと、ビジネスモデルを変えていこうっていうことがあって、じゃあビジネスモデルって何だったかっていうと Who, What, How, Why で考えたらいいですよねっていう話をしました。で、Who っていうのは誰に、 What っていうのは何を、 How はどのように、誰に対してどのようなサービス商品というものをどのような、ね、手段でアピールプロモーションして販売していくのかっていうことなんですね。これはまさにマーケティングの話、マーケティング戦略で、この Why がつくことによってビジネスモデルになるんじゃないかっていう話をしたんです。で、 Why って何かっていうと、なぜそれが収益化するのか、収益構造の話です。なので今回のテーマであります収益のパターン、稼ぐパターンっていうのを知っておかないと、ビジネスモデルを考える上で、単純にやりたいことやってたってうまくいかないわけなんだから、だからどうやったらねお金を稼ぐことができるのか、それを知りましょう。そのパターンっていうのはいくつかあるので、それをね頭にね入れておきましょうというのが今回のテーマです。ではまず YouTuber がどのように儲けてるのかっていう話をする前に、このパターンをね、紹介していきたいと思います。では行きましょう。こちらちょっと書いてみたので注目してもらえますかね。よ、これ押さえておかないとうまくいかないか。では13種類書きました。で、これってさっきちらっと見せましたけど、こちらね儲けの仕組みという書籍があって、で、これすごくベストセラーになってるんですね。で、この儲けの仕組みの書籍の実践版なんです、これ、正直でね、こっち一冊だけでもいいかもしれないんですけど、元となっている儲けの仕組み、こちらもね大ヒットしているので、まあ、2冊あるといいかなというふうに思ってます。もしどっちか1冊っていうんだったら、こちらね誰でも作れるすごいノートっていう実践編ですので、これを見ていただけるといいかなと思います。で、ここにね書いてあるんですよ。あ、これ非常にまとまってていいなというふうに思ったので紹介します。13種類あるんですよね。で、これ以外にもあるような気がするんですけど、もしくはねこれって大体似てんじゃないっていうのもあるんですけど、でもね頭の整理につながるので、まあ、これぐらい覚えておいてもいいかなっていうふうに思っています。まず一番初めは直接販売。まあこれは説明する必要がありませんよね。物があってそれを販売するというだけの話です。何かを仕入れてそれを加工して、で、製品化してそれを販売するという、まあ、極めてビジネスを考える上では王道的な話ですね。だから多分何かねビジネスやりたいと考えたら、多くの人はこれを考えるんじゃないかなと思うんですよね。直接販売。2つ目、利用料。何か資産を持ってるわけですよ。その資産を利用してもらうことによって対価を支払っていただく。例えば皆さんがテニスが好きだとしますよね。で、テニスコートを利用したい、1時間いくらか利用料を払うっていうのがありますよね。で、そのためにはテニスコートっていうのをこちら側で持ってないといけないですよね。何らかのものを利用していただくことによって対価を支払っていただく。
例えばなんだろう、コンピューターのサーバーでもいいですよね。サーバーを持っていてそれを利用していただくでもいいですね。これなんかまさにアマゾンとかね、すごくやってるんじゃないかなと思いますよね。まあこれは調べていただければいいんですけど、だからアマゾンっていうのは直接販売をね、皆さん当然知ってると思います。本を売ってます、家電製品も売ってます、アパレルもね、いろいろ売ってます、何でも売ってます、楽天も何でも売ってます。でアマゾンは特にクラウドサービスっていうのを利用してもらってものすごくね儲けてるわけですね。これはマイクロソフトもまさにそうなんですけど、利用料です。マイクロソフトも Windows っていうそういうね、パッケージ製品を販売するっていうので、もちろんそうね、事業を大きくしたわけですけど、今はね利用料をもらってるっていう、そういうビジネスになっています。広告収入、まあ、まさにこの YouTube ね、とか、まあ、Google のビジネスモデルなんていうのは広告収入ですね。まあこれもあんまり説明する必要がありませんね。なんでテレビってただでね見ることができるのか、テレビ CM があるからです。なのでテレビ CM 見ましょうということなんですけどね、あれを見ることによってね、みんなが見ることによってそのスポンサーが潤うっていうことがあるわけですね。でこの技術料っていうのは直接販売とね、似てる感じがするんですけど、私もともとシステムエンジニアでした。なので、システムエンジニアがその会社のために何かをね、制作するとか、美容師さんがね、髪の毛を切ってくれるっていうのも、これも技術料です。直接販売ということじゃなくて、その技術を使って何かをしてくれるから、それに対して対価を支払う、だから技術料というわけですね。皆さんが何らかの技術があったとします。カメラであったりとかね、何かデザインをするとか文章を書くとか、それも一つの技術ですね。それによって対価を支払っていただく、これは技術料と言われるものですね。参加費、まあこれは分かりやすいですね。私もセミナーやります。でそのセミナーに参加していただきます。1回いくらですか、36,000円ですとかね、24,000円ですって言ったら、これが参加費だということですね。なので5人参加する、10人参加する、100人参加するによって収益っていうのは変わってきます。会費、会費っていうのは、まあ、月々の会費もあるし、年会費っていうのはありますね。この会費っていうのは、ね、最近多いですよね。例えば、ネットフリックスとかね、フルとか、そういうのも支払うのも会費じゃないですか。まあ、月々おいくらとかね、年会費で支払ったりとかもしますよね。こういうモデルがね、増えてきたんじゃないかなと思いますね。管理費、まあ、ビルであったりとか、マンション、まあ、ここら辺はね、馴染みがある人が多いんじゃないかなと思いますね。管理費、まあ、これは説明する必要がないかなと思います。手数料、手数料っていうのは比率でいうことがありますよね。ちょっと手数料いただきますよって、 5% の手数料いただきます。何々をすることによって 3% の手数料いただきます。例えば旅行代理店、航空チケットを手配してくれたりとか、ホテルの予約をしてくれたりとか、もしそのホテルの周りでね、なんかアクティビティをやりたいっていうんだったら、そういう、なんだろう、いろんなショップに連絡をして、いろんなツアーをね、まとめてくれると。でそれ全部代行してやります。その分手数料はそれ全体の中の、まあ、3% ください、 5% くださいっていうのがありますね。これ手数料ということですね。基本料、まあ携帯電話とかそういったもののプランでありますよね。基本料としてまずいくらっていうのがある。うん、まあここら辺のね、基本料だの、会費だの、利用料だの、あと保守費、まあ、この保守費っていうのは分かります。まあ、ここら辺もちょっとね近い感じがするんですけど、私システムエンジニアだったので、保守費っていうのは非常に馴染みがありますね。なので私日立製作所にいましたから、日立製作所からこういったものをね、ご提供すると、そうするとやっぱりそれをねご利用いただくんであれば、まあそれをちゃんとね保守していかなくちゃいけないので、当社が、なので当社がっていうか日立製作所はね、なので、そのための保守費用っていうのをいただきますよ。その代わり私もが何かあった時にはすぐに駆けつけますしとかね、定期的にメンテナンスしますからっていう、まあ保守費ってありますよね。まあ管理費とかね、なんかね、いろいろ表現似てますよね。保険料、まあこれは表現す、説明する必要がないかなというふうに思っています。賃料、レンタルとかですね。だからこれ利用料とかとちょっと近い感じがしますけど、ビデオレンタルします、 CD レンタルします、レンタルするためにお金がかかる、賃貸マンションとかもね、そうですよね。まあ、これも分かりやすいですね。何かをレンタルするっていう。授業料、うん、授業料とか会費とかなんか近い感じがしますよね。技術料、まあ、技術料と授業料はちょっと違うか、まあ、毎月毎月これだけの、ね、授業料がかかりますよねっていう、まあ、これはねこういうものの中に入ってしまうんじゃないかな、入ってしまった方がなんか
頭整理できるんじゃないかなとは思ったりはするんですけど、まあ、授業料っていうのは書籍に書かれてあったので、まあ、これもね、書いてみましたということですね。で、 YouTuber って何で儲けてるのかということなんですけど、多分多くの人が広告収入だと思ってるんじゃないかなと思うんですね。で、私ももちろんね、広告収入を狙っていきたいなと思うんですけど、広告収入っていうのはね、非常に際どいんですね。なぜかっていうと、例えば YouTube で言うと Google がこのレートを決めているってことですね。例えば Amazon でアフィリエイトやろうとすると、 Amazon がレートを決めています。自分たちはこれぐらいの収益を出したい。なぜかっていうと、事業やってる限りには目標があるわけですよ。事業目標、経営目標っていうのがあって、その目標を達成させなくちゃいけない。で、そうすると、例えば YouTube で言うと、これぐらいの再生回数があることによって、で、まあ、これぐらいの広告収入を見込めるな、今期はこれぐらいの数字を作りたいので、じゃあこれぐらいの再生回数ね、目指して頑張って動画アップしようかって考えるじゃないですか。ところがレートが変わってしまうとドンと落ちちゃうんですよ。なので目標達成できない可能性が非常に高まります。もう Google とかね、先ほどの Amazon のアフィリエイトとか楽天とかもね、アフィリエイトやってると思うんですけど、そういったものに頼っていると、目標達成、収益は来ますよ、収益は来るんだけど、自分が狙った通りに目標を達成するというのは非常に難しくなってきます。なので自分が自由にやってますっていうね、個人でやってますっていうぐらいだったらいいんですけど、でもビジネスでやってます、で従業員雇ってますっていうんであれば、目標ってやっぱ必要なんですよ、うん、みんな我慢させるわけにはいかないし、固定費ってかかってくるわけですから。なのでやっぱりね、広告収入に頼っているっていうのはきつくって、で多くの YouTuber は広告収入だけに、まあ、頼ってるってことじゃないと思ってるんですね。もちろん自由にやってる方はね、広告収入だけでもいいと思います。これなんだろう、いろんな企業からの案件で広告収入が来るっていうこともありますよね。なのでそこにはやっぱりね、営業仕掛けていかなくちゃいけないっていうのがありますね。私はこういった動画をアップしているので、御社のね、こういった製品も紹介できますんで、ぜひね、どうですかっていうような営業活動、そうすることによって、まあ、それも一つの広告収入ではありますけどね。ただ再生回数によってこれぐらいの広告が来るっていうものだけ頼っているときついですよね。だから有名になっている YouTuber の方っていうのは、その Google の広告だけではなくて、それ以外のスポンサー広告っていうものも非常に多くなってくるわけですね。そうするとこれはね、安定していきます、うん、なのでそこから逆算して戦略をね、取っていくっていうのはいいですよね。子供向けの YouTuber の方だったら、まあ正直言って、どういうスポンサーがつくのかなって考えたりしますね。でも大人向けだったら、例えば化粧品をね、よく扱っているような YouTuber だったりすると、やっぱりそういう関係のメーカーの方から声かかることってあるかもしれないですよね、うん、なのでそういうことから逆算して、どういう YouTube の動画をアップするのかということを考えてもいいわけですよ。自分がやりたいことだけやってるっていうことじゃなくって、そこから逆算して YouTube っていうね、プラットフォームを使うことは絶対いいと思うんですよ。いいと思うんだけど、でも戦略をぜひ練ってもらいたいですよね。自分がやりたい動画ね、やりたいことをやってたら勝手にね、儲かっていくっていうのは、まあここだけだから。そうするとこう浮き沈みが激しくなっていきます。安定していくことは難しいってことですね。でやっぱりね、再生回数がそんなに多くない、でチャンネル登録者数もそんなに多くないんだけど、すごく儲けてる YouTuber っていうのがいて、でそれはまさに直接販売やってたりするわけですよね。ですから概要欄見てくださいって、正直私もそうですよ、私もそうですけど、あの広告収入はまあいずれ狙っていきたいと思うんですけど、それはね、こういうタイプの動画を作ってる限りは、それはそんなに再生回数ね、伸びるわけないと思っていますので、やっぱり概要欄見てください。余罪管理を学ぶためには、絶対達成プライムっていうサブスクリプションタイプっていうのがいいですので、まあこれは直接販売っていうよりは、そうですね、会費とかかな、サブスクリプションになるので、年会費いくら払ってください、月々11,000円で年払いなので、まあ13万とかになるんですか、まあそれぐらいの金額ですよっていう話ですね。まあ主に企業相手です。もちろん個人のね、会員さんもとても多いわけなんですけど、そういうことですよね。技術料っていうのもあるかもしれないですね。私どもでやればコンサルティングなので、直接その YouTuber が作っているコンテンツ、例えば DVD を販売してるとか、直接販売ですけど、例えばどういう YouTube を投稿することによって結果出せるのか、そういうね、 YouTuber もいるわけですよ。 YouTube で儲けるためにね、どうすればいいかっていう、それをその技術料として支払ってくれ、つまりコンサルティングですよ。それをやりたいっていう人は技術料をいただくっていうことになりますよね。もしその
その人がオンラインサロンを作っていて、でオンラインサロンに参加してくださいっていうふうになると、それはやっぱりね、会費とかで、セミナーをやってますんで、ぜひねセミナー来てくださいとか、オンラインでセミナーやってます、もしくはリアルでセミナーやってますってなると、まあ参加費になるのかなと思いますね。でその方が何らかの不動産をね扱ってるとか、何かをね、例えばさっきの話でもそうですよ、テニスコートが何かやってるとか、ジムやってますとかね、ジムやってて、でそのどうやったらね鍛えられるのかっていうのを常に YouTube で動画出してるとするじゃないですか。でもちろん広告収入もちょっと入るかもしれないんだけど、でもやっぱり私のねトレーニング受けてみませんか、ぜひ私ね都内でスポーツジムを経営していますので、ぜひ利用してくださいとね、会員になりませんかっていう、ここなんですよ。ここで儲けるっていうことなんですね。 YouTuber は広告収入だけではなくって、広告収入もあるかもしれないんですけど、それをこの YouTube を広告ツールとして考えて、いろんなものでお金を稼ぐ、しかもそれがいくつもあるとすごくねいいわけですよ。やっぱりね、儲けてる人、儲けてる会社っていうのは収益源がいくらでもあるんです。だから川を想像してほしいんですよ。一つのね流れだけじゃなくって、いろんな支流があって、あそこからの支流でちょろちょろ、こっちからの支流でちょろちょろ、こっちからもちょろちょろ、こっちからもちょろちょろなんですよ。アマゾンなんてそうですよね。先ほど言ったように AWS っていうのがあって、そういったクラウドのシステムというかサービス、ソリューションを利用してもらう、それも非常に安定基盤になってるんですけど、でもそれ以外でももちろん書籍でも売ってるし、家電製品も売ってるし、もうとにかくいろんなものを売ってるわけですよ。いろんなものを売っているわけで、で いろんなその支流があって、で最終的に川の本流になるわけでしょ。そうそう、外部環境が変化したとしても、そう簡単にね、ガーッと業績が落ちるってことはないです。で先ほど冒頭に言った、例えばね楽天とかでもそうですね。楽天なんていうのは、楽天市場でいろんな商品、 e コマースによって商品を販売してるっていうね、直接販売ってもあるわけですけど、でも楽天の銀行であったり、楽天の証券であったり、まあ、なんといっても楽天のクレジットカードとかっていうのはもうね、膨大なお金を生んでるわけですよ。なのである部分がうまくいかなくっても、もう全体で収益を生むってことがあるわけですね。なので皆さんもある一つのものだけを販売してずっとうまくいくってことはないので、いろんな収益パターンを知っておいて、じゃあ今やってるものをちょっと膨らませるためにはどうすればいいか、リスクヘッジするためにはどうすればいいか、安定して目標を達成させるためにはいろんな収益パターン、稼ぐパターンを知っておいて、でちょっと散らしておく、リスク分散をしておくってことが必要なんだなってことをね、ぜひ知っておいてほしいんですということなんですよね。ここはねすごく大事なんですよね。ビジネスモデルを考える上でこういったものを押さえておいてください。今回の動画いかがだったでしょうか。ぜひ皆さんね、余財管理大学にも入学していただきたいと思います。入学の方法は簡単です。チャンネル登録をするだけです。そして今回の動画良かったよ、参考になったよっていう方は、ぜひ高評価ボタンも押していただけるととても嬉しいです。またぜひ皆さんお会いしましょう。本日はありがとうございました。